マザン修道院以降東から見た図。右手前に残っている壁が本校で扱う修道院の教会道以降、マザン修道院は、フランス、ローネアルプチ域圏のアルデシュ圏に移行が残る旧、市東海修道院である。一般に、プロバンスの三姉妹として、有名なルトロネ修道院、セナンク修道院の親修道院であるが、単にそれだけの文脈で語られるケースがほとんどであり。 建築の実態としてはマイナーな存在である。1120年、ボンヌ・ボー修道院のシーンとしてこのビバレ地方に創建されたマザン修道院の教会堂は1140年から1150年に完成したとみられる。すなわち、現存最古の市東海修道院建築として知られるフォントネー修道院とほぼ同時期の建築といえる。教会堂の完成以前から、 1136年に、時のバルセロナ博、プロヴァンス公の要請により、プロヴァンスに最初の修道院、フロレージュ修道院をシーンとして設立した。これは後に 20km ほど移転し、ルトロネ修道院となった。また、1148年にはセナンク修道院をシーンとして設立するなど、計4つのシーンを設立した。 その後は百年戦争やユグノー戦争による襲撃を経験し、フランス革命により1790年、フランス全土の修道院と共に解散させられることとなった。1849年には歴史的記念建造物に指定されるも、1923年に天井が崩落し、現在に至る。建物は西を正面としたラテン十字型の平面を持ち、 寸法はない方で、東西50メートル弱、幅は、翼廊部分で、南北20メートルほどである。新牢は4米。南北翼廊の東端には一つずつの詳細室が付属しており、後人ともども平面は半円形である。南側廊の西第一米には、傾斜戦闘トンネルボールとの移行が残存しており、これは戦術のルトロネ、セナンクに受け継がれ。 そしてシーンではないもののシルバカンヌ修道院でも採用されている構造である。ありがとうございます。